ソンポルト峠、またはソンポール峠はピレネー山脈中央部にある峠。標高は1632メートルであり、スペインとフランスの国境となっている。アスペ峠やカンフランク峠と表記されることもある。名称はラテン語のサムスポーチュスに由来する。ピレネー山脈では人気のある峠であり、かつて多数の兵士や商人や巡礼者が往来した。かつては ガリシア地方のサンティアゴでコンポステーラに向かう巡礼者が最も多く通るのがソンポルト峠だった。イバニエタ峠などに出没していたバスク人盗賊が12世紀に鎮圧されたことで標高1057メートルとソンポルト峠よりも低いイバニエタ峠がソンポルト峠に代わって主要な巡礼路となった。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の主要な路のうち トゥールの道、リモージュの道、ルピュリの道はイバニエタ峠を通っており、トゥールーズの道はソンポルト峠を通っている。5世紀初頭には西ゴート族がソンポルト峠を通ってガリアからイベリア半島に侵入した。8世紀前半にはその逆にイスラーム教徒がソンポルト峠を通ってイベリア半島からフランク王国に侵入した。 16世紀のスペインハプスブルク朝はフランスによる侵攻を恐れ、ソンポルト峠を要塞化した。1808年には半島戦争の最中にナポレオンがソンポルト峠を通ってスペインに侵攻した。1814年にはフランス軍がソンポルト峠を通ってフランスに撤退している。1915年にはソンポルト峠に ソンポルト鉄道トンネルが掘られ、1928年には、スペインのカンフランクとフランスのポーを結ぶ、ポーイコールカンフランク鉄道が開通した。貨物列車による事故が起こったため、この鉄道路線は1970年3月27日に運行を休止している。2003年2月7日には 8.6km のソンポルト道路トンネルが開通したが、 この工事にあたってスペインは1億6000万ユーロを、フランスは9150万ユーロを供出している。ありがとうございます。